シャープの題名のないラジオ会。いや、なんで太ったの？なんで太ったの？あれ、歌わないのかい？いや、すみません。私が今ここで歌ったらボケ渋滞しまくるでしょ。玉突き事故起こるわ。歌わないよ。ということで、はい。ファノシャープの題名のない音楽会、始まりました。題名のない音楽会つっちゃったよ。本家の方行っちゃったよ。ちょうど今日痩せたけど。すぐ出ちゃうんだからもう。今日土曜日だから。ラジオ会ね、うんうん。ということで、はいはい、自己紹介したいと思います。我々プロダクション人力車という楽団に所属するお笑いコンビです。あのシャープです。私が指揮者の河合拓人と申しまして。私が大声奏者の渡辺オーケストラでございます。もんパパ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 合ってるこれ。わかんない。合ってる。聞き覚えだけでやってる。あ、おーすごいね。なんか落語っぽいやつ。あ、落語っぽいやつ。は、落語っていうかあれで。歌舞伎か。話し方。あ、そう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 。シャシャ。あ、あるよね。うん。あ、あるけども。ということで、今回12回目ということで。はいはいはい。12といえば。まだ数字でやりますか。おいはいはい。いやもう、まだ、ね、なくなるまでやる。なくなるまで。はいはいはい。12といえば、ETO ね。まさか ETO に言いそうあった。ドド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 ド ETO ねえ牛トラウタツミ馬羊猿鳥犬イ何やってもいい時間じゃないぜ。ジグザグさんみたいなツッコミしてないぜ。それは違う。それパーティーちゃんやんな。パーティーちゃんやるならちゃんとないんだぜって言え。しかもポーズ違うし今。俺もう思い出せないわ。なんかポーズ。こうだよ。やんなくていいよ。やばい。二人ねみんないい人だけどねパーティーちゃんさんね。絡んだことないっす。ここから見したことないっすちょっと。ナンバーワンさんは絡んだし。ナンバーワンさんはちょっとここから見したけど。うん、まあ別に普通だったよ。普通だったよはちょっと褒めてんのか大丈夫か。いやいい人だったよってほら、うん、なんかちょっとギャルっぽいってなんかちょっとね近寄りがたい的な あるでしょ。まあ渡辺オーケストラって真反対の人じゃんギャルと、うん、びっくり。ギャルと仲いい。逆にギャルと接することはなくはなかったじゃんきっと高校時代とかさ。あのねでもギャルやっぱ怖いよ吹奏楽部的には。いないんだもんだってギャルって。吹奏あの爪ガンガンのやつってフルート吹かない。吹かないね。見たことあるギャルのフルート奏者って。逆にいたら売れるかも。うちギャルのフルート奏者目指そうかな今から。無理か。いやだからギャルってあんまりクラスにはちらほらいたけどグループ違うし吹奏楽部にはいなかったし私の友達界隈にいないからだからわからない。私が見たことない、うん、接したことのないものだから興味はあるよね。ギャルとさ話す機会はゼロじゃないじゃん。ゼロじゃない。出るじゃないけど、なんならがっつりこの間話したのさ、この間、あゆチャンネルさんと即興漫才やったのが初めてのギャルとの絡みだったかもしれない。うん、なるほどね。ギャルすげえってなった。別にでも悪い感じじゃないもんね。ギャルの人、どっちかっていうといい人もいるよね。いい人いるし、なんか、すごいね。やっぱギャル面白いわ。ギャルって面白い。なんだろうね、あの面白さっていうの。ねえ、面白い。ちょっと出せない。クラシックにはない。ワードセンスというかね。うん。楽しそうだよね、やっぱ。吹奏楽部は楽しくないの？楽しいけど楽しそうではないかもしれないじゃん。顔がすごい楽しそうではないよね。確かにね。なんかはっていうのはないよね、うん、まず証券だけどとか絶対言わないじゃん。言わないね。なんて言うの吹奏楽部の人。面白い。地味だな。地味でしょ。はっはっは。いやその中でまだだとしたらいろんな表情出てる方だ、ね、そううちまだ吹奏楽部の中では陽キャの方よ。そうなんだ。そうよ。吹奏楽部の陽キャってお笑い界の陰キャなんだ。そうそうそう。それ違う。でギャル界の超陰キャよ。ギャル界のな。そうかそうか。エトの話はいエトの話はい。まあエトもねここでエト違うもんね。タツ寿司とね。そうなのよ。そうね。河合さんの名前の由来エトだもんね。まあそうだね。うん。江戸から来てる。河合拓人って本名じゃないですよ。これね、でもね、いるよね、確かにね。そうそうそう。ね、年立つね、年立つ。そう、知らない。辰年の年立つね。そうそうそう。そんなことある？おもろいんだけど。そんな重くない？ウケんだけど。腐ってる。なんか渡辺オーケストラのやるギャグじゃない、ギャル、腐ってるな、なんかちょっと。ちょっと古い。賞味期限切れてるな。賞味期限切れてる。あ
切らしちゃダメなやつ。切らしちゃダメなやつ。いやまあでも私は見通しですね。見通しね、うん、あ見通しってちゃんとヘビ通しとは言わずね、見通し、ね、あそうそうヘビです。なんかねでもこれさ前回のさ占いもそうだけどさ、なんかヘビ通しの人はこうとかないもんなんかね。うーん、えっとは聞かないねあんまりね。あ本当聞かなくない。なんだろう、じいちゃんばあちゃんとかの世代になるとあるんじゃないかな。なんかそういうの話してる人いるけどな。うん、あのおじいちゃん鳥年だからさとかさ。あ聞くかな。ないもんかね。ねこれさ、えとの話って盛り上がんなくね。そうなの。エピソードなくない。まあさらっと触れて行きたいなと思って5分経っちゃったからね、うん、いやで、うん、じゃあまたね何盛り上がるかって話したら、うん、我々ネタ合わせ、うん、いつもファミレスじゃん。ネタ作りか。そうよ、私たちヘビーファミレサーだからね。ファミレサーで合ってるそれ、うん、ファミサーファミサーだとあれファミレッサーだから。ファミレッサー。ヘビーヘビーファミレッサーだから。ファミレッサーか。うん。まあその中でもね、うん、あのスカイラークグループがやっぱ多いか。ヘビーヘビースカイラーカーだから。スカイラーカー。これは綺麗だな。スカイラーカー。え、ちなみにじゃ あ, あのみんなに多分確認すると思うんだけど、そのスカイラークグループ何が一番好き？あのね。バーミヤンは行き過ぎて最近ちょっと嫌いになってきてる。なるほどね。うん。でもなんだかんだね、安いのはサイゼじゃん。スカイラークグループの話したのに。あ、スカイラークの話したのに。まあ、サイゼは確かに安いんだけど、うん、サイゼってさ、こう街中にはないじゃん。わかる？その、駅前とかさ、うんうん、そういう、こう、繁華街的にはサイゼ1店舗あるとかだけど、うん、なんかサイゼって街のどこかにあるってイメージないんだよね。田舎はあるよ。群馬のサイゼは確かに街中にある。ロードサイドとかでしょ。そう、ロードサイドなんだけど、都内のサイゼはあんまりこうロードサイドないね。ないよね。ガストとか、まあそう、まあそうか。でも確か都内ってロードサイド自体そんななくないって思ったけど、まああるにはあるか。あるある、あるよ。うちは家の近くね、ガストとバーミヤンが、バーミヤンが最近できて。そうなんだ。おやっとバーミヤンできたと思ったんだけど。もういいだろ、バーミヤンネタ合わせで週4ぐらい行ってんだからさ。いやでもバーミヤンは美味しいよ。普段クーポン使って100円の杏仁豆腐しか食わないだろあんた。別にいいだろ。そうで、じゃあ何を、うん、こんだけファミレス行くからさ、うん、こうファミレスでネタ合わせしてると、うん、ネタ作りしてると、うん、こんなことありますみたいなのはあるじゃん。あ、はい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 、はい、こんだけ行けばドリンクバーもさ、うん、もう一通り制覇するじゃん。まあ制覇してるよ。我々がだってあのあまりにも行くからさ、うん、あのスカイラークグループに猫のロボットが投入されたのいち早く知ってたでしょ。そうで、皆さん知らないでしょ。知らない方いるんじゃないですか。まだまだいるんじゃない。今その猫のロボットって本当に猫型ロボットですよ。あのなんて言うんでしょうね、あのルンバのでっかい超で縦にでっかいバージョンみたいな感じで、うん、あの液晶がついててそこが猫の顔になってるんですよ、うん。まあ、口癖というか、まあ、語尾ににゃーもつくし、ね、そう喋るので、そこに棚が3段ぐらいあって、そこにあの店員さんがさできた料理を置く、で客板をセットすると猫がウィーンってこう動いてそこの席まで運んでくれるのよ。運んでくれる。今そういうロボットがスカイラークで実験的に都内導入されてる店舗があって、うん、これ田舎にもそのうち導入されるのかな。されんじゃないかな。だから人件費削減とかさ、やっぱコロナ禍でそうね、接客がね、対面の接客がよろしくないっていう風潮も多分ありつつ、進歩ですよね、本当に、うん。ただね、あのロボットにちょっとクレームを言うんだとしたら、うん、取るタイミングが分かりづらいね、まずね。あー、そうね。一回来て、くるっと回って、お取りくださいなんだけど、来て、止まるから、うん、もう取っていいのかなと思うと、くるって回る。あー、確かに確かに確かに。あれ、分かりづらいし、うん、取って、液晶を押す、押さない関係なく、しに押したらもちろん行くし、うん、押さなくても行くじゃん、うんうん、そう帰ってくじゃん。そう、猫の顔とは逆側にもう一個液晶があるんだよね、確かに。そうそうそう、で商品取るとここ押してね、取ったら押してねがある、うんうん、でも押さなくてもいいんだよね。押さなくてもいい。取ればそのうちになくなる、うん、でもね、あれもまだ本当導入したてだから今本当に改良してるなって感じることがあってさ、うん、まあ、こんだけ言ってるからね。そう言ってるから、その改良のわずかな改良の違いとかもちょっと気づいちゃったんだけど、この間、うん、最初ってすごい動きが遅かったんですよ、あの猫のロボット、うん、でだからなんか遅いし、人が運んだ方がどう考えても早いだろうって感じだったし、うん、ドリンクバー前とかでさ人が溜まってるとさ、こうなんか動けなくなっちゃってさ、
わたわたわたってやって、店員さんが出てきて、すいません、ちょっとあのロボット通ります、通してくださいって。いや、この人件費無駄って思ってたの、私は。うん、で、こないだよ、うん。通してほしいにゃん、通してほしいにゃん、喋ってた。たださ、それそう喋ってみたけど、うん、煽ってるじゃん。うん、あの普通にドリンクバー使ってるさ、ドリンク何しようかな、うん、どうしてほしいにゃん、いや今選んでるから、どうしてほしいにゃん、定期的に言うじゃん、うん、あの定期的に言う、通してくれるまで言うから、あれは通してくれるまで言うんだけどさ、うん、いやこっちもさ、お店利用して普通にドリンクバー選んだよ、通してほしいにゃん、いや通路思ったより狭いから結構避けなきゃいけない、そうそうそう、結構さ幅あるじゃん、やっぱ幅あるし、あの、うん、センサーが広いから、あの、スーって取ったくじゃんけど、ある程度開けないと、通してほしい。もう通れるじゃんってなってる、もう考えると、通してほしい。安全のためのさ、やっぱ距離がある。ディスタンスがある。ディスタンスがね。でさ、あれさ、昔より、初期よりさ、スピードがすごい速くなったのよ。速い。あれどうなんだろうね。で、通してほしいにゃんでちょっと道開けるじゃん。グーンってすごいスピードで走ってくるから、うん、私3回ぐらい引かれそうになったことあるよ。引かれてないんかい。引かれてはないだろう。引かれたら面白いだ。あれで引かれたんですよ、のは絶対面白いだ。だって、引かれる大きさ、引かれたら嘘じゃん。誰かいたにゃんなんか引いたにゃんそのまま離れるにゃんって。引き逃げだにゃんいやでもさ、引かれたらね、面白いけど引かれはしないよ、だってうちの方がでかいんだから、うちの方がでかい、ほぼ同じだと思うよ大きさ。ええー、そうかしら、うん、あとさ、これもう一個喋るんだなと思ったのがさ、液晶の部分が顔になってるってさっき言ったじゃないですか、うん、やっぱりその部分って人が触ったりとかもするし、うん、あの店員さんが定期的に、ね、アルコールでこう除菌してあげるんですよ、うんうん、猫のロボットさん、うん、その料理置くとことかもね、うん、でなんかその席にもさ、あの猫型ロボットがあの食事を運ぶことがありますとかさ、うん、案内の紙みたいな置いてるとこに、うん、猫さんたちは定期的に体を拭いてもらってますので安心してねみたいなのも書いてあるじゃん。まあまあそういうのあるね、うん、でさ、なんか店員さんがその拭いてあげてるときにさ、うん、その顔を拭いてあげるときに、うん、くすぐったいにゃん喋ってたよ。いらないよね、その機能。いらないよね。他にさ、もっと改良することあると思うんだよ。もう一個いらないと思ったら、あの、うん、待機中寝るモニターが出ない。ある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 。あれもいらなくない？いらない。もっと他になんか、いや、もっと他の機能あるだろうと思って。なんか早いんだよね。まだ、もうちょっともう完成して、もうよし、オッケーだって出てきた後にできる遊び心を初期にやっちゃってんのよ。そう、早いのよ。そう。遊んじゃってんの、もうすでに。遊び心早いのよ。でもさ、店員さんも忙しいからさ、すごいなんかそんな、くすぐったいにゃーって猫が可愛い顔してさ、液晶出てるのにさ、こう真顔で。黙々と見てる。黙々と見てるから、おい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 と思って。そこは大事に押してほしい。あと、そんなこと言ったら猫はいいけど、うん、せめてさ、例えばスカイラークグループならさ、あのキャラクター使ってあげない？あ、鳥のやつな。うん、なぜ猫なん？哺乳類だから。返しおかしくないそれ。いや、ほら、あの鳥だとさ、うん、あの、歩行しないじゃん。飛ぶじゃん。いや、だとしたら、あの、バッサー、バッサー、通してほしいだパート。バッサー、あ、鳴き声が難しいか。待って。確かに。チュンチュンとかよくない？それで。いや、あの、通してほしいだパートって。あのキャラクターはチュンチュンって言わないだろ。あー、南米の鳥っぽいもんな。南米、多分カナディアン系のやつでしょ。通してほしいか。クワーじゃない。クワーか。クワじゃない多分。あのキャラクターで。クエーかクワじゃない。クエークエー、いや、そのリアルに寄せる必要ないけど、うん、通してほしいクワって言えばいいのに、わざわざ猫にする必要あんのかな。確かに、でもさ、やっぱ俺は、猫型ロボットっていうのがさ、やっぱ。ああ、日本だから。そっから引っ張られてんのよ、やっぱ。きっと。全く関係ないけど、全然寄せてないし。似ても似つかない。寄せたら多分悪いけど、でも猫型ロボットってことによって、ちょっとみんなが、なんのかな、やっぱみんながなる、受けるのかな。多分そうだよ。いやでもそんなこと言ったらワンちゃんのロボットもいっぱいあるからさ、そっちの方が馴染みある。まあ犬でもいいわけだしな。犬が多いから猫をあえて2個いてるのかな。別にそれか猫とか犬とかである必要もないもんね。別にない、別に何だっていいんだよ。だから別に鳥でもいいのに、アシモみたいなやつでもいいわけだもん、ね、別に全然あのキャラクターとしてね、うん、スカイラー君とかでもいいわけじゃん。あ、確かにスカイラー君でも猫にしてる。いい、うん、ちょっとグループの、ね、グループの CEO に聞きたいね、なぜ猫にしたのか。なんで聞いてみてよ、おはがき送ってみてよいやいや、でもね、ロボットが導入されても、そう、でも多分お客さん、これはあのもちろんあれだけど、知りたいのはもっと違うじゃん。こんだけ言ってたらガストのあなたの
推しメニューベスト3とかそうなったじゃん。あ、はい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 。バーミヤンにしようか最近。まずバーミヤンにする。そう、あの私たちずっと、ガスト新宿お滝橋通り店でネタ合わせしてたんです、うん、でも惜しまれつつもね、そう1年半前ぐらいですか閉店してしまって、閉店したからね。今はバーミヤンでね。そう、今はバーミヤンにちょっと移動してるんですけど。じゃあバーミヤン、あなた一押しトップ3じゃ、なんか推しメニュー。あー、推しメニューか。でもやっぱね、バーミヤンは餃子が美味しいと思うんですよ私。まあ餃子は美味しいよね。他のなんかそういう中華チェーン店さんの中で私一番好きかも。あ、そう。しかもあのやっぱスカイラークってクーポンを使いこなしてなんぼだと思うんですよ。おうおう、たまにお得な190円、190円、普段300いくらするんだよね、299円プラス税、うん、でも199円とか100円引きとかのめっちゃお得なクーポンが結構落ちてる、うん、落ちてるね。しなんかチラシとかもあるし、うん、もっと安い時は99円だしね。あ、そう、99円のがある。そうそうそう、99円の時がある。たまに激アツクーポンがあるよね。激アツクーポンあるね。あ、じゃあそれが、まあ、確かに餃子は俺も1位かもしれない、うん、頼むべきだと思う、うん、あのクオリティでクーポン使えば下手すら100円で食べれる、うん、しかも今、まあ、この今これが聞く時にまだやってるかわからないけど、うん、大盛りキャンペーンみたいなやってるから。そうね、24個定食あるからね。ちょっとやってみてほしい、今度ネタ合わせで食べてほしい。あれ見たい。マジで、うん、なんで自分がやるっていう選択はないの。渡辺オーケストラ見た目より小食だから。なんで俺に餃子24個食わせんの。食えんでしょ。食えるよ。食えるけどその分お金かかるんだから。じゃあ300円あげるから。300円分払ってあげるから。じゃあ食うよ1回だけね。うん、1000円ぐらいするでしょ。あれ800いくらいじゃなかったか。あ、そう、じゃあ200円にしよう。なんでクオリティ下げるんだよ。ダメでしょ。ピーね。もう今あれ、あの証拠残ってるから。あらあらあら。いやでもさ、その、あの推しメニューって言うじゃない、うん、でも私たちさ、そのネタ合わせ行ってもさ、結局なんか安いような仕様なものしか頼まないからさ、今ベスト3出せって言われても出ないぜ。出ない。俺は出るよ。出る全然。餃子、杏仁豆腐、大行ちぐり安いやつね。頼まない。普段食べてるランキングだってバーミヤンって行ったことあるでしょ。それあるけどさ、そんなに食べなくない。ラーメンはね、3位に落ちました。なぜならあの値段があの急激に上がってるから。あ、そうなんだ。頼まないから知らないのよ。その辺もともと500円だったじゃん確か。そんな安かったっけ。今600円くらいするからさ。あ、そう、そうそう。あ、でもバーミヤンのチャーハンは美味しいね。あ、チャーハンは確かに美味しいね。チャーハン美味しいのよ。同じくその餃子と一緒で中華チェーン店さんの中でも私は結構いや、あの定期的に比べるね、うん、いやでもチャーハンで、あの今ほらランチメニューでさ、チャーハンプラス麻婆豆腐乗せて、あの温玉を乗せるやつが確か690いくらで、うん、700円ぐらいで食える。いいのよね、チャーハンだけでいいのよね別に。俺はあれ、あの好きだから。俺は麻婆豆腐が2位なんだけど。あ、そう、麻婆豆腐好きだから。あ、そんな上位じゃないですわ。美味しいかなとは思うよね。うーん、かな。まあでも1位は火鍋だよね。いや、火鍋はさ、あのチェーン店に行ったらあのしゃぶ屋行った方がいいよ。いやいや、でもバーミヤンも美味しいじゃん。しゃぶ屋も美味しかった。でもバーミヤンは2種類しか入れないけど、しゃぶ用は4種類入れられるから。じゃあ期間限定じゃないの。全然今あの分けられるメニューであるから。ふん、4種類いけんだよ。いやいや、俺もうクソの顔してるやん。でもさ、うん、一回さ、あのファナシアップ結成したてぐらいの時って、うん、あのご褒美、あ、ご褒美を設定してたのよ、まあまあ、例えばその初めてテレビ出れたら、うん、あのちょっといいラーメン食べに行こうとか。あったね。あのよくあるじゃないですか、コンビで多分そういうのやってるとこ多いと思うんで、あのここがあるかな。え、ないの。コンビってまだやっぱ仲そんな良くないというか、別にビジネスパートナーとしている人多いから。え、でもやっぱりそういうのはないんじゃないかな。ファンシャップ仲良しだね。セッションフレンド好きだなそれ、うん。でもあのそのなんか、うん、なんかのテレビかな、なんかのテレビ出れたら、うん、あのバーミヤンの火鍋食べよう、食べ放題食べようっつって。 あったね、それね。そう、あの普段ネタ合わせしてるけど食べたことなくて。そんな、うん、だってネタ合わせで火鍋なんか食わないわけ、うん、食わない食わない。だからちょっと普通にネタ合わせとかじゃなくて飯を食べに、うん、火鍋を食べにバーミヤンに行くっていうご褒美を設定して、うん、それが達成されて、うん、2人で火鍋食べてるところを当時の甘辛冷やしに見られたんだよね。あれは恥ずかしかったね。確かにな、こいつら二人で火鍋食ってるぜってあれは確かに恥ずかしかったね。そう、まさかいるとは思わなかった。後輩たちに普通に火鍋食ってるとこ見られてさ。
まあでもほら仲が あの先輩仲いいんだなとはなるよ。なるけど恥ずかしくない？恥ずかしい。嫌じゃん。俺までしかも結構喜んで食べてたもんね。嬉しかった。すっごい。だって念願の火鍋だった。すっごい嬉しそうに食べてたもんな。そう、うん。まあまあ美味しかったけどね。美味しかった美味しかった。うん。いやいや。ガストのランキングは？ガストじゃない？ガストね。ガストはね昔はヘビーガスターだったじゃんうちら。そうだね。ヘビーガスター的にはどうなん？いやー、私は、あのね、ガストのドリンクバーにあるトロピカルアイスティーがバカ好きなのよ。あ、確かに美味しいね、あれはね。あれ美味しいのよ。あれ美味しい。あれストレートでも美味しいしね。あ、ストレートでもね。あとね、昔は、その、ガストとか、まあ大体ファミレススカイラグのドリンクバーって、うん、そのディスペンサーコーラとかメロンソーダとかが出てくる、その機械のやつと、その野菜ジュース、うん、コーヒーお茶2種類っていうこの4つのさ、うん、あるね、あの手作り感あるサーバーみたいなさ、カラオケ屋にも置いてあるよね。そう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 、ね、あのドリンクバーがあるじゃない、うん、で昔ってガストって、野菜ジュースコーヒーはまあ固定で、うん、もう1個がトロピカルアイスティーと日替わりのお茶みたいな感じ、うん、あったかも、うん、黒豆茶とかハブ茶とか、あったあった、そういうのだったんだけど、うん、それこそ 2,3 年前から、うん、麦茶になったのよ。まあ、麦茶になったね。六畳麦茶？いや、六畳じゃない。普通のなんか麦茶。本当？六畳かは分かんないけど、麦茶。麦茶、六畳麦茶って書いてあった気がするけどな。あれがね、すごい、ブラボー。いや、麦茶美味しいだけじゃん。あなたが好きなだけでしょ。そうそうそう。だから、あそこにある飲み物、紅茶も好きだし、トロピカルアイスでも好きだし、麦茶も好きだから。ああ、ハッピーな、ハッピーな。ハッピーなのね。なんか、ハッピー率が増えたのよ、あれ。ああ、でもだ確かに今、ガストとか、まあ、スカイラークグループのさ、ドリンクバーも今さ、新しくなってさ、うん、コーラだったら、コーラにレモン、メロンソーダみたいな。そう！これも知らない人いるんじゃないでしょうか。いっぱい、組み合わせなんだけどさ、うん、やっぱ、この間ね、その自分でドリンクバー久々に頼んで、うん、取り行った時に、少年がね、うん、まあ、小学部3年生ぐらいの、うん、2、3年生の男の子が、入れたやつ、うん、入れた後にスーっていなくなったんですよ。画面残ってるじゃん、それ入れたの、うんうん、何頼んでたかなって言ったら、ちゃんとコーラとメロンの組み合わせで、うわー、少年だなーと、コーラにメロンソーダと合わせてるわ、合うかなー、もうじゃあ俺も飲んでみよう、わーってなったね。美味しいか、美味しくない、あ、美味しくないか、やっぱ美味しくないか、美味しくないよ、美味しくなさそうだもんな。コーラとレモンはいいけどね、美味しい、私いつもコーラとでも美味しい、うん、だけどやっぱメロンソーダとコーラはやっぱ少年しか頼まない、あれ。あ、これ分かんない方のために一応説明しますと、そのディスペンサーにある飲み物の、まあ、要はあれって濃い原液みたいなシロップと炭酸なり水なりを混ぜてピューってこう合体させるじゃないですか、うん、クーラスの中で、うん、あれを例えばそのコーラのシロップとメロンソーダのシロップとお水みたいな、要はなんかその組み合わせを自由自在にできるようになったんですよ。だからそのオレンジジュースがあったら、その炭酸のオレンジとかもできるしね、うん、そう、炭酸のオレンジもできるし、微炭酸もそこにも調整できる、微炭酸もできるし、水と炭酸水合わせてみたいな、うん、だからその辺の融通がすごい効くようになったんですよ、最近のドリンクバーって。そうね、そう。でもあれにすることだって、昔少年たちがやってた、コーラビュー、うん、メロンソーダビューっていう、全混ぜがやりづらくなった。まあね、うん、全混ぜあれね、やるんだよね、学生の時とか。学生の時やったかい？え、やってない。小学生の時はやってたけど、さすがに高校大学ではなかったぞ俺は。うち高校生でさ、そう、まあ田舎、福島にはないんだっけ、ガスト。なくはないけど。あるはあるだろ。いや、さ、これなんかさ、はやなかった、その部活の打ち上げとかでさ、うんうん、ドリンクバーあるお店行ってさ、うんうんうん、罰ゲームドリンクみたいな、いかにまずいものを作るかみたいな。あ、ね、お店側としては本当とんでもねえ。とんでもねえよ。今思うとすごい迷惑だ。でもちゃんと罰ゲームだから飲み切る。あ、飲み切るわ。そう、飲み切るは飲み切るんだけど、うん、ね、その中で私たちがその部活のいった面々で生み出した一番やばいのが、うん、メロンソーダとアイスコーヒー。そう、いや、つかね、コーヒーは急にすごい邪魔になるんだ。あ、コーヒー入れたらもう一気にまずくなる。そう、メロンソーダが一番やばい中で。あ、そうなんだ。急にコーヒーの豆の部分がなんか引き立ってきて、で、臭いのよ。なんか納豆みたいな匂いしてくるの。すごいよ。ちょっと あのいや、試さねえけどな。食材を無駄にしない程度に皆さんちょっとやってみてほしい。メロンソーダとコーヒーは確かにね、コーヒー入れるだけで一気に炭酸全部まずくなるから。そう、まずくなる。でメロンソーダが一番やばい。あ、そうなんだ。いまだに覚えてるもん。くっせーって言いながらみんなで。わかった。キラ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 。じゃあ今度メロンソーダとコーラ買ってくるわ。じゃあコーラじゃねえ、コーヒーね。買ってこないでよ。飲ませるわ。
罰ゲームね、この YouTube でいろいろ企画もまた考えてるからね。あ、確かにね、やりましょう。じゃあそうそうそう、やりましょう、やりましょう、やりましょう。あとガストだとさ、そのおたき橋通りのガストですよ、今はなき、うん、あそこが本当に居心地が良くてさ、うん、なんかすごいちっちゃいおばちゃんがめちゃくちゃ仕事できる人いたよ。いたね。そう、うん、この人毎日いるなみたいな。毎日いた。でなんかその人はさ、うちらのことも認知してくれててさ、うん、なんかなんとかでいいですかみたいな、なんかすごい案内とかもちょっともうちゃんとマニュアル通りからちょっと外れたフランクな感じでやってくれたりとかさ、うん、でも外人の店員さんとかもいてさ、外国人ね、あ、外国人の店員さんとかもいてさ、うんうん、なんかレジミスされたりとかしてたよね。レジミスされて、でも俺はガストで働いてた側の人間でもあったから。あ、そっかそっか。やっぱ、ね、ミスするの分かるんだけど、うん、この間ねバーミヤンで YouTube のやつアップするときにさ、11時に行って、雪の日だったんだけど11時に、うん、行ってアップし終わったの、まあ、全部やって、あとネタのやつ調整で12時半ぐらいになったかな、うん、でお会計っつったらレジにお金入れてなくてさ、まあ、もう店員同士がくっちゃべってんだけどレジにお金入ってないから結局10分ぐらい待たされて。マジで？かつまだ現金補充できる人が多分今いなかったんだろうね。いなかったっていたんだろうけどなんか慣れてなくて、これかかりそうだなと思って、もう電子マネーでいいんで、なんとかしてくださいっつって、したけど、うん、これ待ってたら多分20分ぐらいレジにいることになった。謝罪あり、ちゃんと。まあ、謝ってたけど、なんか、ちゃんといなかったわけダメじゃないのとかいな会話しながらだったから。わあ、やだね、それ。そう、裏でね、小声でやってほしいよね。うん。急にバーミヤンの評判下がっちゃったんだけど、でもそういうのもあるからね。先生、それは飲食店さんは店舗によります、本当に。店舗による。確かにね。企業が悪いんじゃなくて、本当、店舗による。さっきも常連の扱いしてくれるガストもあったけど、うん、今の通ってるバーミヤンは、ずっと初期モードで接客してくれる。そうなんですよ。私たち、本当、多い時、週5ぐらい。ライブとかが全部新宿だったら、ずっと同じところで倒せするから、基本。そうだね。今日も本当にマックス週5とか、まあ、週3、4は行ってるんだよね。行ってる。なのに、で、毎回、いるお姉さんいるんだけど、うん、全然全部ちゃんとマニュアル通り喋ってくれるもんね。全然懐いてくんないよね。まあ懐くという表現だから、うん、かもしくはもうあえてのあえてかあえてのなんか本当割り切ってるよね。なんかその前のガストのおばちゃんは、うん、あどうもみたいな、うん、完全に認知してくれてるなっていう挨拶だったけど、うんうん、いらっしゃいませ。何名様ですかってちゃんと聞くもんね。そう。俺らもう確実に2名なんだよ。確実に2名じゃん。うん。まあ、たまーに3人の時はあるけど。たまにね、五十嵐連れてきただの、なんか、誰かと一緒に飯来ただの、なんかあるけど、本当にまあ、そっちをびっくりするべきじゃん。そうね。今日3名様なんですかみたいな。そう。でも、必ず何名様ですかって2人揃って。何名様ですかじゃないわよ、と思うけど。で、もう俺ら最初に来ちゃったら、もうすぐ消毒して温度測って待つけど、お消毒お願いします。言われるよね。言われるんだ。いや、まあ、いいことなんだけど。いいことだよ。ちゃんとしてるけどさ。いや、確実にする側の人間だからさ。うん、いや、で、他の常連にもみんなそうなのかなと思ったら、実はそうではなく。そうなの？普通になんかその、あーっていう時は、あれ、どういうこと、こっちの一番の席、ちょっとあんま空いてないんですよ、とかやってたから。あ、じゃあただ俺らを、常連の域に上げないだけなんだと。あ、そういうこと？だから多分俺らのこと嫌ってるかもしれない。いや、それそうでしょ。だって、そんな単価も高くないのにさ、さ長い時間何時間も居座るからさ、居座ってさ、それは嫌な客かもしれないわな。それは申し訳ないわ。そう、だとしたらやっぱちょっとあれかも、ね。たまに火鍋やるしかないね。マジかよ、やだよ。渡辺オーケストラ火鍋すると、うんめーっていうのを定期的に言うから疲れんのよ。だって疲れんのよ。もう、おのおのでそういうの聞かないで無視すればいいんだよ。いや、だって目の前にいるの。しょうがない、常連になるためだから。いや、常連に昇格するためだから、いい常連に昇格しなくていいから、今止まり通り普通でいいんだって。そっか、いい、いやー、おたき橋のガストなくなったのは痛いなー、まあ、確かにな。でも早くガストとかそういうところでネタ合わせせず、喫茶店とかのちょっとおしゃれなところで、あら、やっぱそういうところでね、さっとネタ合わせするようなレベルまでいけるのがいいんじゃないですか。いや、テレビ局とかね。あ、そっちの方がいいか。楽屋とかでネタ合わせしたいだろ。事務所に行ってね。なんだファミレスと喫茶店の違い。ちょっと値段が上がっただけじゃねえか。でも高いの何でも頼める。じゃあもう一回ルノワールとかでネタ合わせしてみる。でも環境変えるの大事かもね。どう、いいネタできるかも。だってなんかラバーガールさん、
うん、今でこそ結構事務所でネタ合わせされてること多いじゃない、うんうん、でもなんかラバーガールさんってその結構普段外でネタ合わせするときは結構おしゃれなカフェとか行ってるみたいな話を、あ、やっぱそういうところの方が浮かぶんかな、聞きますよ、ちょっと一回やってみますか、なんか今日チャレンジすることいっぱい増えちゃったけど、ちょっとやりましょうじゃん、一回ルノワールでネタ合わせしよう、一回ルノワールで一番安いやつじゃなくて、あ、中の中ぐらいの真ん中、真ん中ぐらいの飲み物と行こう、飲み物ケーキセットにしよう、ごちそうさまです、なんでそれはちゃんと金使わないとやっぱおしゃれなことばないから、それうちが2人分のケーキセット頼んだら、うん、うちばっか買う、多分あ、でもあなたはあのモチベーションがより高くなるかもしれない、いやいやそんなことない、あなたはただおごってもらってるから、それじゃ浮かばない、 それだし渡辺ボクさんは私おごってるなと思いながら出したらいいの浮かばないな、だからそこはきっちり割り勘で、わかりました、わかりました、おしゃれな空間でおしゃれな音楽でも聴きながら、いいかもね、突然ファンシャープの芸風が変わるかもしれません、皆さん上品なネタ、いや普段も別にその下品なネタやってないけど、いやもう楽器吹かないかもしれない、そしたらもう解散だよ、あれまバイオリン弾いてるかもしんない、おしゃれすぎて弾けないだろ、弾けない、まあ、ということで今後のニューファノシャープも広告期待ということで、うん、あら時間過ぎてたのね、そうです、うん、あと皆さんぜひスカイラックグループご利用ください、そして猫のロボットを発見してみてください、そうです、クーポンもたくさん使ってください、うん、はい、モーフィーね、ガシャバルテッシモ